んにちは。今日はスワッチスイスメイドということで、スワッチ買ってきました。買っちゃいました。ノリス。じゃーん。ということで、レセプションバイセルトレート。靴踏んだら芝生ということで、横浜のレセプションに遊びに行った時にステッカーくれたんで一緒に入れてました。すいません。ということで今回はこちらですね。ミッショントゥーザサン。お、やっとピントが来た。バイオセラミックムーンスワッチコレクションということで、オメガとスワッチのコラボですね。まあ、詳しいこと知らないんですけど、で、もうここに書いてある通り太陽サンですね、買ってきました。テンプラチャー、1500万度。 It's a star was born 4.5 billion years ago. It's a perfect、 これ読めない。まあ、今回は天体をモチーフにしたシリーズですね、みたいです。今回はって今までのは知りません。 It would take 1.3 million Earth to fill the sun。 よくわかりません。まず横スライドですね。もうね、ぴったりなんですよ。よいしょ。はい、出ました。内側は黒です。ということで、オープン。まさかの観音開きっていうね。いやー、最高じゃないですか。かわいい。一応ホームページの読むと、明るくイエローに輝く太陽コレクションのスーパースターには、洗練された三連仕上げスタイルの文字盤にホワイトのベルクロのストラップがついていて、クロノグラフの秒針、サブダイヤルの針、タキメーターのメモリはオレンジ、サブダイヤルとベゼルの背景はホワイトです。すべての文字盤にはオメガスウォッチの文字、アイコニックなスピードマスターの構造にはクリスタルの中央に隠れた S の字、クリスタルの中どこなんでしょうね。私時計のこと詳しくないんでわかんないです。文字盤の外側のリングとサブダイヤルには繊細で洗練された円の模様、シャープでスムーズなラグ構造、タキメーターのメモリがついたベゼルにはアイコニックなドットローバー90、どこでしょうかね、のディティール、そしてもちろんユニークなバイオセラミックのタッチ、これらが全モデルに共通で、ディティールを愛する情熱を表しています。すべての地震、分身、クロノグラフの秒針、そして時間のマーカーにスーパールミノバなんだろうね、が施されているので、暗闇でパーフェクトに光ります。光るそうです。まず説明書からいきましょう。よいしょ。バイオセラミックムーンスワッチコレクションスワッチということで、開けるとこんな感じでですね、外でカラスがうるさいですが、各星、サターン、ジュピター、マース、ムーン、アース、ヴィーナス、マーキュリー、サンということで、いろんなのがありますね。で、なんかネットで見るとこの折り目が偽物はめっちゃずれてるとかっていう話ですね。他の星が見えちゃうと。で、サン、まあ箱の外に書いてあった月じゃない太陽のあれですね。Swatch paints a bioceramic tribute to theOmega Speed Master Moon Watch, the first watch to make
it to the moon and back。 はい、諦めます。ラーメンどうなってるんでしょうね。英語は読めないけど裏ネットのところにバッテリーカバーなんだ。まあちょっと後で見てみましょう。で、watch bezel do dot over cube。 これどういう意味なんですかね。どこのことを言ってるんだろう。90超えるところまでこうドットがあるよってことなのかな。100超えたら確かに細かくはないもんね。ユニーククラウンデザイン、セレブレーティングザコラボレーション。ここにこれは何？ベゼル？リューズ？カウンターウィズアズレッド、全然わかんねえ。シグネーチャー S、 あ、 S、 この針の裏にいるみたいですね。ちょっと動いてないからわかんないけど。で、終わりと。おお、なかなかおしゃれなことやってくれますねって思ったら裏にまでいたわ。ブルート、外れてしまった。水金地科目から。ネプチューン、ウラヌス。まあセーラームーン見たことある人には多分伝わるんでしょうね。私見たことないんでわかんないですけど。で、これが保証書です。保証書、これとは別にレシートを持ってきてってことでしたので、壊れた方はなくさないようにお願いします。ただこれなんだろう、直せるものと直せないものがあるって言ってたんで怖いですね。こっちが説明書かな。わあ、時計特有の長い説明書、あるあるですね。どこでしょうね。もしかして日本語なし？日本語なしはなくて、日本語は項目ごとにいろんな言葉が書いてあるわ。はあ、なるほどね。どうやって見るか全くわからん。日を設定するにはリューズを1回引っ張り反時計回りに回します。曜日を設定するにはリューズを時計回りに回します。時間をリセットしたらリューズを押して元の位置に戻します。まあちょっととりあえず時計出しましょう。はい、横幅がぴったりなんでね、この、はい、まだ保護シールも貼ってあります。店員さんに見せてくださいって言ったら普通にベリッて剥がしてたんで、まあ同じものかわかんないですけど一回下がってたんで、結構容赦なくやるなぁなんて思ってましたけど。うん、かわいい。ゴールドなんだけどね、外側の黄色はねちょっと薄めだね、思ってたより。まあ実物見て買ってるんであれですけど。でね、すごいこの状態で軽いで、中はしっかりゴールドで、バンドはオメガで、黄色のリングがあって、バリバリスワッチという風になってます。外しちゃおうか。よいしょ。わー、怖い怖い怖い。こういう時はね、手袋とか欲しいよね。で、裏を見るとバンドの裏にはスピードマスター、ミッション to the sun moon swatch。ここには何が書いてあるの？見えないね。わかんないけど型番なのかな。で、これがさっき言ってたここのバッテリーカバーのところに太陽のモチーフがいると。なんかね、これね、
どのモデルか忘れたけど、青いやつここが色落ちするって聞いてるんでちょっと怖いんですよね。いいじゃないですか。曜日とかって書いてあったけどさ、これ曜日とかなくね。私個人的にはこのバンドあんまり好きじゃないので、後日と川じゃねえや、後日バンド届くんで、そしたらまたちょっとしたレビューさせてください。はい、そしたらまず設定をしていきましょう。リューズを一回引いて、はい、引きます。これ上と下2つはね、引っ張っちゃったらね壊れて直せないって言ってたんで、はい、一回回しました。やっぱこれ日付とかないのかな、回しても変わんないね。で2段は回さないからしょういいよね。あとはあとは何の設定があるんだ。けどカチカチ音がいいね。あった。時間を設定するにはリューズを2回引っ張り、時計回りまたは半時計回りに回します。さあ時を刻んでもらいましょうか。これが1回、怖い怖い。リューズを2回引っ張るんだよね。この真ん中がすごい綺麗に出てるのはね、いいって言ってた店員さん。で、今の時間が11時10分。11時10分。美しいね。11時10分。これでいいのかな。リューズを押して元の位置に戻します。時間をリセットしたらって何なの、このちょこちょこ書いてある時間をリセットって。先生どこにあるの。ないね。もうねこの説明書ね、文字を拾うのがあまりにも大変。まあ、時計あるあるですよね。時間っていう意味ではね、万国共通だからね。ちなみに今の時間はね、スイス時間に設定されてるって言ってましたね、店員さんが。なんでスイスと同じ時間をあれしてました。うん、保証書だから。あとはね書いてないね。この赤い秒針はねどうやって動くんだろうね、わかんないぞ。使い方がわからない。ちょっと調べてみよらないならわからないなりにやってみようと思います。まず上のボタン押してみます。動き出した。押すと止まった。下のボタンも押してみます。全くわからん。あ、この針がこいつで動いたり止まったりするんだ。全然使い方が分からん。これはちょっとお勉強してからまたベルト交換のついでにでもできたらいいなと思います。ちょっと私にはね難しい、
かんない。そんなやつがね、買うなとか 言われるかもしんないけどね。仕方ないじゃん。欲しかったんだもん。結構ね、合わせたいスニーカーとかね、あったんで。ネイキのね、先日から下ろしたエアシップのニューバーシティゴールドかな。黄色白とか。ぴったりじゃん。ね。っていうのもあったので、購入しました。これは正規店で購入しましたので、38,500円。定価です。まあ定価ね、上がってるんだけどね。まあそれはしょうがないよね。昨今の状態もあるんで、まあそれはしょうがないということで、今回はオメガスワッチミッショントゥーザサンを購入しました。上に来たら止めて終わろうと思います。よいしょ。はい。完璧。ということで、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。